君の志望校だけの対策で20点から60点アップが期待できる入試直前パック、今年も申し込み受付中。詳細は動画概要欄の URL をクリック。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。はじめだです。お願いします。さあ本日はですね、滑り止めに入学金を納めた方がいいのかという風なテーマで話していきたいと思います。はい、はい、このテーマってどういうことかっていうと、まあ、滑り止めで受けた、つまり第一志望本命の大学やったり学部の入試の合格発表よりも早く滑り止めの大学の入学金手続きがの締め日が来るという風なパターンありますよね。ありますね、はい、そういった場合に入学金を納めるべきか否かという風なところなんですけれども、はい、僕の意見は当然納めるべきです、はい、やっぱりこのほんま学びズムチャンネルでも僕は散々自分の受験の失敗エピソードは話してますけど、やっぱね、どれだけ過去問で合格点が出ていても、うん、当日例えば自分が集中モードに入れてなかったりだとか、うん、気持ちの油断があったりだとかしたら、やっぱり合格の2文字は見れない結末になってしまうし、やっぱりね、自分の入試当日の手応えってあるじゃないですか、うん、ようみんな言うじゃないですか、なんか今日あんまりできへんかったみたいな風に、うん、泣きそうな顔して帰ってくる生徒もいますけど、立て、うん、ならんからと、はい、しかも自己採点も配点がねちゃんと出してくれてるところも少ないですし、うん、自分がほんまに何点取れてるのか、得点調整でどれぐらい点数が引かれるのかみたいなところも不透明な中で、どれだけ手応えがあって、どれだけ自己採点が点数良くても、もしマークミスしてたりとかしてたら怖いじゃないですか、うん、だから入学金を納めないという選択肢は僕の中ではないんじゃないかなっていう風にやっぱり思いますね、うん、はい、矢沢先生的にはどうですか。いやもうこれはもちろん結論から言うと一択で、はい、絶対払い込んだ方がいいと思ってて、受験生の当事者になるとそれをちょっと盲目になってしまうかもしれないんですけど、一つエピソードがね、はい、あって、これはマナビズム創業より前に僕が塾でアルバイトで働いていた時代の話なんですが、はい、生徒がですね関西大学を志望していて、その現役の時は江南大学と龍谷大学と関西大学のこの3つを受けたんですね。龍谷が1月末、はい、で江南が2月入って、はい、そうですね、で関大とちょっと被ってるみたいな感じなんですけど、はい、まず龍谷大学の試験当日の日に意味わからん時間に電話かかってきて、はい、結局今日行ってませんそれなんかもう当日、はい、いや受かってもいかんなと思って、もうなんかやっぱ試験受けに行くのやめましたみたいな、はい、だからその第一志望の関大に試験の勉強時間を注力しますみたいな感じだって、嘘でしょ、マジ そんな余裕じゃないであなたみたいな感じで僕は思ったんですけど、はい、まあお前がそういう風に選択したんやったら頑張れって言うしかないから、こっちは、はい、まあ、自分でねした選択なんです。で結局関大はダメだった。で江南受かってじゃあ入学金払いますってなった時に、やっぱり嫌やと言って払わなかったんですね。払わなくて、まあ、浪人を決めたんですけど、はい、で結局浪人生活が始まって夏休みとかで成績がズバッと伸びて、あ、もう余裕かなっていう風に思ってたら、浪人した後も結局あのカンカン同率全滑りして近大だけ受かって近大に進学することになるんですね、はい、で、まあ、その子が言ってたのは、あの時本当に調子乗りすぎたのがもうダメだったと、現役時代、はい、この出願の時にもう1年やったらそんな余裕できるっしょみたいな、うん、ふうに、まあ、舐めちゃって、そのモチベーションがまあ1年間続かずにのらりくらりとやった結果、現役時代と同じような結果しか得れなかったっていうのがあって、ちょっとそれは入学金のね、あの今井先生が言ったみたいに第一志望の発表が出る前に入学金を振り込むみたいな、それとはちょっと違うかもしれないんですけど、基本的には僕はもう受かったら行くその切符を絶対手にしておいた方がいいと思うし、大学に行ってもそれでもどうしてもこの大学が嫌で、もう我慢ならないからもう編入を選択するとか、もう一回試験受け直すっていう選択肢は取りたいんだったら取ったらいいと思うんだけど、選択肢を狭まる行動は基本的にやっちゃダメです。でもやっちゃうのよ、これまで勉強してきた、もうこんだけやったんだからこの評価では納得いかないっていうのが、やっぱ受験生あのプライドがね、あの高くなっちゃうから、その勉強してきた手前わかるんだけど、それはですね、あの決してやらない方がいいなというふうに僕は思ってます。そうですね、はい、いざ合格の切符を得た時にその切符を破り捨ててでも浪人する覚悟があるのかっていうようなところで、うん、受かったらね美談になるかもしれないけど、 そうなる可能性の方が低いからね。低いですね、間違いない、うん、だからこれ1月
頭を予定してるんですけど、はい、難関次第第1問にしてたり、うん、最難関次第第1問にしてたら、うん、もうちょうど出願の手続きをもうぼちぼち始めようかなぐらいのタイミングだと思うんですよ、うん、でもちろんそういう入学金の納付期日とか、まあ、そういう風なところとかも加味して出願を考えるのも一つの考え方だと思いますし、うん、まあ、そのあたりはちゃんと調べた上で、で高校生の受験生の考え方として持っといてほしいのは、親御さんにちゃんとちょっと高校こういう風な期日でここ受かって第一望ここやったらここの合格発表よりも先にここの入学金を納めていただかないといけないと、うんうん、それでも応援してくれますかと、うん、お願いしますっていう風にちゃんと伝えることは伝えて、うん、応援してもらえる状態で気持ちよく受験に挑めるようにしっかりコミュニケーションを取って、それはもし親御さんが見ている場合はぜひ子供にね聞いてあげてほしいですし、それ俺も今言おうと思ったほんまにそこの期日 そのスケジュール管理みたいなのをその受験直前の子供たちに全部任せるのって結構ハードル高いもんね。ハードル高いっす、うん、そこを結構保護者の方に管理してもらってるっていうようなご家庭は多いなというふうに感じる。そういうのはね非常に受験生にとってありがたいことなので、ぜひご協力いただけたらと思います。はい、お願いします。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナリズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では、君の志望校であったり、今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていう風にお勧めする英単語帳診断であったり、総計、マーチ、カンカン、同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで、興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。